どうでしょうかね。 ECO とピンボックなどの図書とですね、試験問題の関係性がなんとなく分かりましたかね。こんにちは。プロジェクトバラエティ系 YouTuber ナビゲーターの伊藤田です。今日もつかの間のマニアックバラエティ番組としてお楽しみください。ということでですね、以前の ECO とピンボックと試験問題の関係性についての手探りの動画再生数に対してですね、いいねの数が多かったですね。ありがとうございます。相変わらずですね、マニアックな動画なんで再生数自体は伸びてないんですけれども、いいねの数でですね、皆さんのニーズが少しはありそうなんで、2回目撮ってみたいと思いますね。ちなみに第1回目の動画はですね、動画概要欄に URL を貼っときます。なので2回目ですから、また本当にニーズがあるのかどうかですね、いいねの数でちょっと測定しようと思いますんで、ちょっとね役に立ったと思ったらいいねボタンポチッと押してください。改めてですね、 ECO っていうのはエグザミネーションコンテンツアウトラインの略でですね、 PMP の試験内容の概要書というものなので、この ECO の記載の範囲で出題しますよということが書かれています。なのでこの ECO の内容をしっかりと読んでおかないと、出題範囲がわからないで勉強する感じになってですね、 PMP 試験勉強が効率的にできなくなる可能性があるんですよね。あとはですね、 ECO を見ていただくとわかると思うんですけれども、 ECO の中の領域タスクイネーブラーは PMP として期待されている思考とか行動のリストとも言えるので、ある意味PMI イズムの一覧と言ってもいいかもしれませんね。で、大体ですね、この ECO を見た後に皆さんが感じるのがですね、で、これどこで勉強すんの?っていう風になると思うんですよね。そこで出てくるのが、ピンボック第7版とか、アジャイル実務ガイドとか、プロセス群実務ガイドなんですよね。これらのですね、PMI の書籍については、こちらの動画で詳しく話していますけれども、その中でもですね、一番大切なピンボック第7版と ECO はどう関係していて、どういう視点で勉強するのかっていうのを説明しますね。で、結局ですね、ECO の中の領域、タスク、イネーブラーはどういう問題として出題されるのっていうのが気になると思うんですよね。この動画ではあくまでもプロジェクト系都市伝説としてですね、問題を出してみたいと思いますね。ちなみに ECO とかピンボック第7版にマッチした試験問題に対応するためには、模擬試験とかですね、問題集で勉強するのが良いです。やっぱりですね、問題の傾向がわからないで勉強するよりも、まずはどういう問題が出るのか、自分が弱いところはどこなのかっていうのをですね、問題集とか模擬試験で把握してから試験勉強した方が効率的ですよね。問題集とか模擬試験については以前のこの動画を参考にしてみてくださいね。ちなみにですね、 PMP 合格者インタビューもご覧いただいている方お分かりだと思うんですけれども、 PMP の試験っていうのは定期的にアップデートされて変わっていくんですよね。なので問題集とか模擬試験も定期的にアップデートされているものを確認してご購入されると良いかもしれません。ではですね、まず ECO の中から一つのタスクを選択しますね。動画概要欄に ECO の日本語版の URL を入れておきますので、必要に応じてクリックしてみてくださいね。今日はですね、プロセスの領域の中のタスク13の適切なプロジェクト方法論、手法と実務慣行を決定するをピックアップします。このタスク配下のイネーブラーはですね、プロジェクトのニーズ、複雑性、規模を評価する、プロジェクトの実施戦略、契約資金などを提言する、プロジェクトの方法論、アプローチ、予測型、アジャイル、ハイブリッドなどを提言する。プロジェクトライフサイクル全体を通して反復前進型の実務慣行を用いる。教訓、ステークホルダーエンゲージメント、リスクなどですよね。で、次にですね、このタスクとイネーブラーは、ピンボック第7版でどこら辺に書かれているのかなみたいなのを探してみると、例えばプロジェクトマネージメント知識体系ガイドの中の 2.3 開発アプローチとライフサイクルパフォーマンス領域ですよね。あとは関連するところとして、プロジェクトマネージメントの標準の中の 3.7 状況に基づいてテーラリングすることとかもあります。プロジェクトマネージメント
知識ガイドの中の 2.3 開発アプローチとライフサイクルパフォーマンス領域を読んでおけば、どういう状況だったらどの開発アプローチとライフサイクルを選択すべきかが理解できますので、 ECO の適切なプロジェクト方法論、手法と実務慣行を決定するのイネーブラーの中にも対応できるということになりますね。ということで、以前の動画と同じく、ここからはあくまでもプロジェクト系都市伝説として聞いてくださいね。信じるか信じないかはあなたの体調次第です。例えば ECO プロセス領域の中のタスク13の適切なプロジェクト方法論、手法と実務慣行を決定するのエリアで、こんな問題が出題されたとします。都市伝説です。あなたは予測型アプローチを使用し開発業務をしているプロジェクトチームのプロジェクトマネージャーです。顧客から新しい要求があり、その内容を考慮すると開発アプローチをアジャイルアプローチに変更する必要があります。チームが開発アプローチの移行に適用できるように、まずあなたが取るべきアクションは何ですか、2つ選択してください、みたいな問題ですね。 A 開発アプローチの変更を通知し開発を継続する、 B アジャイルのマインドセットに関する教育をする、 C開発アプローチ変更後の組織の方針、働き方、報告体系、基本姿勢に関する対話をチームと行う。D、アプローチ変更後1年間の詳細スケジュールを策定する。あくまでもプロジェクト系都市伝説の問題ですよ。ピンボック第7版をすでにお読みいただいている方はちょっと簡単だったかもしれませんね。まずこの問題のキーポイントは予測型からアジャイルに変更するということですね。で、先ほどのピンボック第7版のプロジェクトマネージメント知識ガイドの中の 2.3 開発アプローチとライフサイクルパフォーマンス領域の中の 2.3.4.3 組織の中の組織能力の項目を見るとですね、予測型開発アプローチから適用型アプローチに変更して、そしてですねアジャイル手法を使用するためには、単純にですねその方法論をやると宣言して実装するだけではダメで、アジャイルのマインドセットをですね組織が持つことと、組織の方針、働き方、報告体系および基本的な姿勢すべてがですねアジャイル手法とかマインドセットに整合している必要がある的なことが書かれてるんですよね。ということでですね、このプロジェクト系都市伝説問題の正解は B、 アジャイルのマインドセットに関する教育をする、 C、 開発アプローチ変更後の組織の方針、働き方、報告体系、基本姿勢に関する対話をチームと行う、まあそういうことになりますね。 A のですね開発アプローチの変更を通知し開発を継続するっていうのはですね、先ほど言ったピンボック第7版に書いてあるようにアジャイル手法をやると宣言してですね組織にその手法だけを実装するのはよろしくないので選択肢から外れますね。そんでもって D のアプローチ変更後の1年間の詳細スケジュールを決定するは、予測型アプローチが抜け切れてなくないみたいな、アジャイルじゃなくないみたいな、信じるか信じないかはあなたの体調次第です。ちなみにですね ECO プロセス領域の中の今やったタスク13のですね適切なプロジェクト方法論、手法と実務慣行を決定するのエリアの他のですねプロジェクト系都市伝説問題としてありそうなのがですね、あなたが今いるプロジェクトは納品頻度がこうでみたいな、成果物がこういう性質があってみたいな、要求の変更度合いがどれぐらいありそうでみたいな、組織はこんな感じでみたいな、複数のですね判断材料が問題文に掲示されていて、適切な開発アプローチとライフサイクルはどれみたいな、こういうのもですね問題制作者の視点になったらですねとっても作りやすいですよね。適切な開発アプローチとライフサイクルを選択する各種要素はピンボック第7版のプロジェクトマネージメント知識ガイドの中の 2.3開発アプローチとライフサイクルパフォーマンス領域の中に書いてありますので、これを読んでおけばですねもしこういう問題が出たとしても対応できますね。まあ、それを読んでもわからない場合はですねこちらの動画を参考にしてみてください。動画概要欄に URL 入れときます。どうでしょうかね、 ECO とピンボックなどの図書とですね試験問題の関係性がなんとなくわかりましたかね。で、皆さんが知りたいのはですねだからどう勉強したら良いのかだと思うので、今回この動画を見てからですね以前
のですね、PMP 試験勉強方法の動画を見るとですね、しっくりとくるかもしれません。まあ、簡単に言うとですね、まずは ECO を見て、出題範囲を知ること。そして実際にどういう問題が出るのか、どういう雰囲気の問題が出るのか、PMP の問題集とか模擬試験を解いてみることです。まあこれもですね、インターネットで PMP 模擬試験とか PMP 問題集とか検索してみてください。これをやらないでですね、いきなり書籍などで勉強しても、出題の範囲とか問題の傾向がわからないとですね、勉強効率が悪くなってしまう可能性もあるんですよね。PMP 合格者インタビューのコメント欄でもですね、まあ ECO を先に読んどけばよかったとかですね、PMP 問題集模擬試験やっとけばよかったとかですね、そうすれば試験勉強もうちょっと効率的にできたとかですね、そういうことをおっしゃってますので、まあ信じるか信じないかはあなたの体調次第なんですけれども、ご参考にいただければ幸いです。ということで、ECO とピンボックと PMP の問題っぽいやつの関連性でした。この動画がですね、皆さんの何かのお役に立てれば嬉しいです。これからもですね、皆さんのお役に立てそうな動画をどんどんアップしていきたいと思いますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。まあとってもマニアックなチャンネルですけどね、もうちょっとでチャンネル登録者数1万人なんですよね。ありがたいですね。それではまた会いましょう。バイバイ。